はい、こんにちは、ブルーホースです。ルイス。おめえだよ。そうなんだよ。Sorry, I screwed up. Come to my rescue, Prince Charming. いや、迎えに行きたいけど、違うね。あのさ、中庭ってゴール少女って言ったのにさ。Come on. In the ballroom past the courtyard. Don't be late to the dance. 本当っすね。本当にそこにいるんだな。勝手なやつだ。あら、優しい。まあ、その通りなんだけどね。その通りなんだけど、あのね、非常に嫌な予感がするんだよね。ここって言ったらもうあれしかないじゃんねえ。あ、やった。アクセサリー、おしゃれマスク。あ、やった、均等粉。やっぱ時代はマスクなんだな、やっぱりな。で、これは小さい鍵、見つけてない。あ、ここまで戻ったらあれかな、アシュリー勝井。あ、でもちょっと待ってよ。ここ行ける？こっから行ける？あ、どうなんだろう。こっから戻れないようだったら一旦戻ってみる？どちら？んと？あ、ここ降りてすぐのところだね。行けるかチェックしてみて、無理だったら、まあちょっと長い旅をして、あー、ちょっと待って。あ、ここにアシュリーが座った。ふんが。変態。ほいっと。またドミトレスク城からパクってきたやつあるの。で、あと拾えるものは特になし。今回アイテムが残ってるか残ってないか、ね、やつが、ビレッジの時、あ、こんなところに黄色ハーブ。よっしゃー、オッケー、これで回復。薬が少ない。相変わらず少ない。そうだよね。ほんで、あ、一応体力はマックス。あ、そっか、俺が壊したんだっけ。もう忘れてる。健忘症。で、あ、いいね。ライフルの弾が。OK。で、なあ、どうなってんだよ。これ先にさ、ワンコをさ、なんか、いない？知ら？いないか。ワンコをなんとかできない子？ねえ。あ、これあの中庭か。あ、ちょっと待って、なんかすごい。くるくる言ってる。ん？これあれじゃん。サラザ。キャプテンサラザ。あ、いけないか。いけないってこと。あ、これあれ？あ、そういうことか。なるほど、理解した。これ、こっちに行かずに、アシュリー、こっち行ったんだ。なんか、テクテク聞こえない？何かが歩いてる音が聞こえる気がするんだけど。やだ、もう、すごいドキドキしてきた、パパ。お金だけにおっかれーよ、ほんとに。寒いよ。だこれがバーンってなった直後にずーっとそこで一人しくしく泣いてたわけだ、シュリーちゃんはよ。そういうことだな。了解、理解した。よし。あ、カラスの音か。カラスが鳴くからか、エロって、おい、合図、道なりに進んでいくワンちゃんコロリン。ワンコロリ。逃げるコロリ。あっちゃーちょ。お前は嫌いなんだ。消えろ。ほら。よし、オッケー。で、どっかで、ヒャンコ言ってる。たく。あ、いいね、救急スプレー。あ、いたおめだよ。チャプター9まで来て、まだ16分の3って。どんだけやり直さなきゃいけないのよ、っていうね。あ、本日の癒し。ちょ、本日の癒し。たまらん。でよ、ちょっと待って。こっち来たんだよね。これは特に何もない。やっぱ中庭だからそりゃ出てくるよね。これでもなんか駆け抜けてった方がいいんじゃないかって思うんだけど。すげえ、ワンワンワン。おっ！待って、いる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 。
どうしよう、どうしよう。こっから投げ、こっから投げれる。違う違う、なんでずっと調べる。よし、ほい。オッケー、これでどうだ。え、ちょっと待って、普通に生きてきてる、普通に生きてる、出てきちゃったよ。あ、ててプレゼントフォーユー。下手にダメージ食らうよりは。え、生きてる。あ、いや、ギリギリ死んでます。ギリギリお亡くなりになってます。かい、あ、ちょっと待って、チューンナップ、ガンパウダーが19個。なるほどね。で、ナイフが、あー、これラス1の R4 とか、どうしよっかな。とか、どこまで進んでいくかなんだよな。とか、敵がどんだけいるかなんだよな。おーおーおーおお、よしよし、オッケー。ちょっと待って、なんかどっかでガッスンガッスン言ってる。ガッスンガッスン言ってる間に、ガッスンガッスン言ってる間に、お前そっちから出てくんのか。それは反則だってや。寝てろ。オッケー。ちょっと待って、あの逃げてったやろ。あれ、なんで割れてる。こいつ何もないの。あ、ただの奴隷のようだ。屍だ。行こう。え、溶けてなくなってる。こっちは何かある。ああ、なんだ、ただの宝箱か。オープンセサミ、何あるセサミ。あ、ここで出てくるんだ。あのドリル版、グリ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 。もうここはなんかもう勢いでやってった方がいいのかもしんないね。敵が出てきたらもうそれはそれでドッキュンバッキュンだ。いけないのね。拾えないのね。これはなんだ、登ります。アシュリちゃん来てくれるかな。てか、こっからさ、出てきてる人狙えない。いない。さあおいで。パパだよ。飼い主だよ。怖くないよ。俺が怖いよ。下げるよ。何？なんだ？グリフィンドー！そうです。私が見返り坊主じゃなくて、なんだっけ？見取り図じゃなくて、なんだっけ？なんだっけ？あ、組み分け帽子だ。もうむちゃ、おお、ら、あ、一撃。これ多分さっき走り回ってたやつかな。金ばっかたまんな。あ、やった。あ、しょったま。とかなんかね、さっきからね、カサッ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 ってんすよ。どっから何が、ビーンってボーンってドゥーンってなるかわかんない。あら、ブルベットブルー。で、こっち、ちょっと待って。こっち行くと、なんか登るところがあって、あっち行くと、行くのがいいんだろうな。とりあえず手前から行ってみるか。おおおおおおお、いた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 。あ、ちょっと待って。逃がすか。逃げられた。おお、ちょっと待って、ちょっと待って。どうしようどうしようどうしよう。ほら、あっち、え、嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘。ショットが虫っぽ。ほら。もうこうなったら遠慮しない。え、遠慮しないけど、単なる弾の無駄遣いだった。あ、やった、先行終了なんだ。違うんだよ、違うんだよ、そうじゃないんだよ。違う、本来はこういう装備の変え方をしないんで。あれ、今回のワンワン王はテレ屋さんが多い。そんなことよりも遊ばないか。で、あ、来た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 。あ、どこ行った。ありゃ、逃がすか。先に貴様を始末する。待て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 。あ、その草むらをかき分けてさ、なんでそんなスピッツの春の歌みたいなことするの。ですよね、そりゃそうなるわな。とりあえず最大な、何らかし、毎回なぜ調べようとする。回復薬をもったいなく使ってるような気もするけど。さあ、どこ行った。さあ、どこ行った。出てこい。来たな。振り返ったら奴がいる。ここで構えといてやろう。アシュリー、俺の背中を見守っててくれ。頭が可愛い可愛い。
頭を。ちょっと待って。違うんだ、いないんだよ。あぶれ、あぶれじゃねえわ、もう普通に食らってるわ。あ、ちょ。もうなんかもういいや、もう無視しよう、うまやつは。やつと遊んであげない。あんな逃げるようなやつと遊んでやないで、これは。お、え？違うな。こうしとい。おお、ちょ、お前。やろ。仕方ねえよ、ドッグフードくれてやるよ。キクキクすんの。で、呼び戻す。ああ、これなんか、だからあれ押さえといてもらって、こういうことだな。なるほど。ああ、しまった。ああ、違うよ。ボディーアーマーは、もう回復させていかなきゃいけないね。そっちこそ。え？こっちを下ろします。そしたら、ソルザライン！なんかグリフィンドールっぽい。あ、そうでもないな。あー、またなんか来てるね。え？おー、さん来た、登場。ちょっと待って。あいつら、ちょっと待って。お前とは相手にしてらんないよ。ちょっと待って。逃げんな。そうだよね。ジャスウェイ、あー、ワンちゃんまで来てるポン。すごい追いかけてく。あ、レオンと合流。じゃあ、レオンは俺だ。レオンは俺だって。変態エッチスケベ三役。女の扱い方を教えてやるよ。ブレイクオーレディ。ほら。キックメン。画面がお乱れになってる。私の心と同じだ。May the force be with you. うーって言ってたけど。ん？うー言ってたけど、こいつは生きてんの？あれ死んでんな。返事がない。屍のようだ。え、違うな。こっちじゃなくて、あ、さっきのあの、ズンジュン来てたのは、そういうことか。あっち開いたから、中庭行けんじゃねっていう。ちょっと待って。お腹押さえてない？大丈夫？腹痛？食中毒？わかる。気持ちはわかる。だが登ろう。で、これ開けたら、ハッフルバーフェ！あ、ごめん。レイブンクローがなかったわ。それは申し訳ない。ごめんなさいね。いや、ほんとね、あの、よし、おいで。おー、ちょっと待って、戻ろうと思ったけど、こいつらを相手にはできないな。どうしよう。こっち来る？来ない？あーはー、そういうことね。だったら、プレゼントフォーユー。おら。どうや？あ、ちょっと待って、普通に生きてんべ。生きてるべ。アシュリー生きてるべ。All right. おー、なんか発狂してる。おいで。あ、ちょっと、アシュリー大丈夫。こいつ、あ、ちょ、え？おら。てもうこうなったら噛みつきにはならないのね。ほらよし、オッケー。ふん、力尽きたようだな。甘いわ。ハンドガンの弾がないよ。これで中庭に戻れるよ。これさ、なんか、あ、やった、武器商人に会える。魚とか復活してない？どっか復活は。あなたこそ大丈夫？ああ、ちょっと待って。いるじゃん。回復薬よこせ。回復薬。ちょ。回復薬じゃねえんだ、こいつら。回復そのものなんだ。あ、ブラックバス。しぶといバス。ほら。よし。んで、一旦ちょっと整理をポンとして、あ、いいね。回復。
あはは。あはは。ちょっと待ってね。どうしようかな。こっち使っとくか。で、ついでに、と思ったら足りないじゃないか。こっち。スプレッドアウト。ちちちち、離れないで。もう、くっついて抱きしめて。ハグして、チューして。Okay. Okay. で、これをやったは OK で、で、なんだっけ。Q か。ほい。なんで ?Why? Don't you why? これ進んでんのか、ちゃんと。ブラックバス。さてと、で、そうそうそう。で、ここまで戻ってきたからには、ここやりたいよね。皆さんすいませんね。まあ、初見プレイなんてこういうものなんで、ぜひ。あ、好きなの入った？どんなの、どんなの。素材。あ、これ、これ、これ大好き。これ大好き、大好き。なんだ、これ買っとけばよかったじゃん。しまった。順番増すった。あ、で、これも大好き。素材エルは今のところあれがないから。で、お、なんかすごいのがある。Good luck to you, stranger. Good luck to you, stranger. The body armor. Okay, armor. Ah, ここら辺は必要だな。トレード。ああ、区域。10個あるしな。年なんじゃねえか？大丈夫かい？あなたにいつも元気でいただきたいんですから。ここら辺をがっつり売っちゃおうか。でん。お、いいね、いいね。威力を高めるべきか。ハンドガンの威力かな、あなたたちはね。あ、なるほどね。あ、なるほどね。じゃあ、それぞれはでも、それぞれっていうほどのあれがねえな。どうしよう。一発一発の重みは上げときたいし、いざという時の威力も大事だよね。こうしたとか、この選択が後に過ちを、いやいや、そんなことはないんです。あ、そうだ、思い出した。さあ、こいつらがさ、どういうこと、どういうこと、ちょっと待って、なんか思ってたんと違う、思ってたんと違う、アシュリー、思ってたんと違う、え、ちょっと待って、ちょ、おう、アクション中だからセーフ。ちょっと待って、こんなの聞いてないよ。え？いや、絶対相手しちゃダメじゃん、こんな危ないやつ。おいって、食らうのかよ、しかも行って、あっち。早く。Good work。なだ。サラザアルケ年代記。サラザアルケは東大でついえた。ラモンの奇病を治すため、母カタニラが悪魔を城に招き。あ、カタリナさんだったのか。オカリナさんじゃないんだね。で、以下に歴代当主の略歴を記す。これは名誉ある大麻の血族への追悼文である初代グレゴリーを、正統派か、主政を率い、古城にはびこる悪魔たちを総統、あ、そう、総滅、主公を認められ、伯爵位を賜る。以後代々島に封じた悪魔の監視を任とする。二代イポリト、あ、ちょっと待って、グレゴリオね。グレゴリオ再びやん。イポリト、風魔伯。地底から市中の群れが溢れるも、かろうじて封じる。その時の傷がたたり病死、三代グレゴリオ戻ってきたのかな。狂気見入られたように過剰な防衛設備や意図不明の仕掛けを無数に作らせる。多くの財が浪費される。四代、おせ、ごめんなさい、ほんとごめんなさい。財の立て直しに尽力。五代アレハンドロ、これは読めねえな。ちょっとなんだろう、カッコン島の塔かな、塔人博。遊び心に富み、中庭や武道場を建築、若くして病死。6代マリア・イザベル、女白。先代の
キサキさんですね。90歳まで生き長く収める。リゴ。ちょっと待って。読む前に先にさ、結論見てめっちゃ笑っちゃっただけ。ディエゴ、春厳格、先代に似て、非常に厳格、悪魔の手により暴殺。ラボ、彼は病で死ぬべきだった。これさ、中入ってくるとかってないよね。まさかだけど、ないよね。入ってきたー。ちょっと待って、あっぶね。じゃ、入ってくんのかよ、じゃあ。しばけなきゃいけないじゃん。しばく必要ある？なんかまだ戦わない方がいい気もするんだけど。こっち引き寄せて、アカンパウダーね。オッケーオッケー。まさかこんな、ちょっと、アシュリー。よし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 。動きはトロイ。動きはトロイの木馬だから。あ、なんか割っちゃってるし。え？釘の、なんとか。近い！オッケー！バイバイ！ありがとうございました。またお会いしましょう。アシュリー来てる？あれ？アシュリー来てる？アシュリー来てるね。どうせあいつとはな、なんかな、もし4がそのままのあれだったらね。あ、なんか一回一回こうやっていこう。それは答えてあげる。売ります。ちょ、待って、まだ暴れてんのかよ。暴れこま、あ、これは欲しい。アシュリー、大丈夫？ほい。Anytime。いいさ。セクハラの時間だからな。おいで。あ、ちょっと待って。まだあるな。ああ、なるほど。来るのかな？いる？大きいね。いる？どっかでグヒグヒ言ってんだよな。でもアイテム欲しさに体力削んのバカらしいしな。行くか。何が待ち受けてるか分かんないけどさ。うりゃ、オープンセサビーでしょ、オッケー。で、なんだ？バーロン must be this way。あ、素材、あ、得るね。いいね。てか、どのくらい大きくなったの？アイテム。あーん、すでに結構埋まってらっしゃる。どうだろうな、これはな。オープンセサミ、あ、半玉いいね。で、ここら辺は、あ、なんかちょっと待って、アイテムがあるぞ。大廊下とか、これなんだ、こいつは一体なんだ。開かない、開かない、開くね、エツも開く。ここは開くと、あ、いいね、ショートナイフ、ショートナイフに切り替えてみましょう。Look, there's a statue up there. 見て、階段の上、ちょっと待ってね。そんなものよりも俺は金が欲しい。どっかでフラン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 言ってる。ああ、なるほどね。1個、2個、3個、サラマンドルでも言うのか？だよね。そうなるよね。なるほど。ここがだから、金にもマークが。ああ、なるほどね。だから、ライオン、ヘビ、羊。全く一緒なんだな。あれ？ちょっと待って。こっち。あ、一回なっちゃったね。ああ、ちょっと待って。なんかさ、さっき下にあの、誰だっけ、あの、武器商人がいる場所っぽいところがあったから、そこ行ってからにしよう。ちょっとこれも開けれる、開けれるね。これあれじゃん。バイオワンに出てくる、さ、あの、監視役の鷹じゃないの。違ったらはずいんだけど。まあ、ど真ん中にあの、さっきの甲冑さんがそびえてましたね。大丈夫、アシュリー。なんかさっきから、はぁはぁはぁ、あ、待って。ネズミすべて大廊下、ショッコ。ここどこ？これ大廊下。ってこと、ここにいるな。ヘビ。ヘビじゃねえや、ネズミ。いない？いる？荒れてんなぁ、ずいぶん。こっちは何もない。こっちもない。もしかしたらその、さっきキーキーっていうのもしかしてヘビか？ん？ここだな。ん？これ？あ、なんか引っかかってる。これか？あ、これ、え、違うな。あ、ちょっと待って。
エロい。違う、エロいのは好きなんだ。違う。めっちゃ目の前にあったわ。お、チェイ。で、アレキサンドラね。ちょっと待った。回復薬じゃないや。これ。まだ無理かな。さすがに。組み合わせで。組み合わせられるのこれだもんね。まだ無理だな。で、だいぶ宝打っちまったべやな。じゃあ、組み合わせで、これをこうしといて、もう一個、こうしといて、で、これがもう一個手に入ったら、こうしようか。トリオボーレス。36,000だってすげえな。よし、お邪魔します。青いメダリア、大廊下にあるのかな。で、いいニュースだ。質のいい工作機械で、これからもえぐい改造ができるとあんたの字はもっと強くなる。もちろんそれには手間ちゃんいただくから、興味があるなら声かす。これもなんかあるんだね。なるほど、なるほどね。ほうほうほう。久々に射的場あんじゃん。やりたいな。こっちはなんだ？こっちは、おー、懐かしのチョラックちゃんじゃないですか。でもこれ乗っちゃったらどこに行くかもわかんないしな。すげえ怪しすぎる音するんだけど、さっきの旗と同じあれだね。こっちは、ちょ、これは何？もろみの、じゃあ、越剣の間。これ待って、越剣の間ってさ、ここに戻ってくんのね。どこに戻ってくんの？え？わかんない。今戻る必要あんの？とりあえず、ここをオープンセサミしてからにしよっか。ね。よし、じゃあ、今ちょっとどのくらいの収録時間があるのかわかんないんですけど、一旦ここで締め切りたいと思います。ということで、そうだね。ここも、6つ、なんかまだ先にもあるんだな。めっちゃ遠いところにもあるじゃん。え、こんなとこもあんの？へえ。まあ、そんなことを言いつつ、また、次回パートでぜひ楽しんでいただけたらと思いますので、一旦ここで区切りたいと思います。ということでね、本日の動画は以上とさせていただきます。また次回パートお会いしましょう。バイバイ。